回どうしようかなと思ってて、それをどうしようかちょっと皆さんにご意見を聞きたくて、はい、動画にしました。うわっ、こんにちは、ぴょぴょテレビ犬とインコのあんちゃん、ぽんちゃん、たんちゃんです。はい、あ、ちょっとレオちゃんはうるさいんですけど、我が家はジャングルだと思っていただいて、あ、ピーちゃん来てくれた、ありがとう。ピーちゃんやっぱ偉いね。以前にですね、この子たちの紹介動画を作ってるんですけれども、それが確かですね、レオちゃんが来る、うちに来る2ヶ月ぐらい前だったんですよ。レオちゃんがなので入ってない紹介 VTR になってまして、ですね、改めて作り直したいと思っております。はい、で、でその紹介動画にあたりまして、前回は映画のようなちょっと迫力のあるような感じのもので作ったんですけども、次回ちょっとどうしたらいいかなっていうのを考えておりまして、うん、ね、じゃあ、じゃあ、なんか目についてるね。はい、捨てちゃ、ピッ下に捨てちゃった捨てちゃったで、次回どうしようかなと思ってて、それをどうしようかちょっと皆さんにご意見を聞きたくて、はい、動画にしました。うわっ、いいさ、もうみんなぐちゃぐちゃね、しょうがない。はい、そうなんですはい、ピーちゃん、ピーちゃん、じゃあ、ワンちゃん、こっちこっちこっち、お座りして、お座りお願い、お座り、こっちで、動かないで、動かないよ、動かないで、はい、動かない、え、そのままそのまま、ありがとう、そうだ、お座りして、お座り、はいはい、そう、そのまま、ストップ、ストップ、ストップ、はい、リコちゃんたち、そのままよ、そのまま、ストップ、ストップ、ストップ、待って待って、はい、それで喋ってそれでですね、まあ、前回はその、前回はその迫力ある系にしたんですけれども、次回はどうしようか考えているのが、ですね、一番可愛い系にするもう可愛い音楽でも、まあ、お子さんが見るような感じの可愛い、本当ね、みんなの可愛いのにするか、2番、感動的、もうなんか泣いちゃいそうな感動的なものにする。で、3番が何だったっけ何だったっけ、あれ考えたんだけど、ピーちゃんも考えてる？3番何だったっけ、考えたのに。3番、3番はまた迫力あるものにする。4番、4番はシンプルでかっこいい系なんかどっかのプロモーションビデオのような、そんなかっこいいのにするかちょっと迷っておりまして、その1から4番に、あ、エマちゃん来てくれた、エマちゃん来た、おいで、こっち、エマちゃんこっち、映るのにね、そしたらね、みんな映るのにね、はい、かわいい、ういはい、ありがとうございます。はい、レオちゃん
ということで、コメント待っております。ちょっとどれにするかはその皆さんのこうコメントのあれを読んでから決めようと思ってますが、編集がすごく楽しみなので、来年に向けて新しくできたらなと思います。はい。ちょっと続いてますね。